配置は10時半からなんですけど、今日割と時間が押してるので、前谷地駅からもうスタートします。曇ってる割にそんな寒くなくて、少したまに日が差す感じですね。あと今日ちょっと不安なのは、マウンテンバイクのディスクブレーキの前がなんかかすかに吸ってる感じで、空回りさせようとすると割とすぐ止まってしまうことです。ホイールが、ホイールの回転が微妙に、このクイックレバーで締める角度を調整してできるだけ当たらないようにはしたんですけど、でも走ってるうちには元に戻る可能性が高い。まあ多少抵抗があっても練習になるかな。また開けっぱなしで走るところだった。明日の餅サミットの時に座る椅子もちゃんと持ってきてます。ていうかこれ毎回持ってきてるけど、さて、駅前の商店が一つあるだけですね。すると風がちょうどいい涼しさ。あ、いかん、今のところだ。早速ここ間違えてる。これか、川沿いか。このマイクは今風防がまだ試行錯誤の段階なんで、あんまり風を防げてないですね。線路沿いじゃなくて水路沿いの方。あ、すいません。また犬がテンション高かったな、私を見ると。もう空気結構冷たいな。日が当たってるからちょうどいいけど、シラサギとあれ、あれ、あっちはアオサギか。ゴイサギじゃないよな。多分アオサギだ。写真撮って。
て。でもアワサギにしては小さいな。多分右の大きさから言って中サギですかね。大サギ、中サギ、小サギってのがいて、小サギは小柄で足元が黄色い。中サギ、大サギあたりの特徴よく知らないです。23分もう少しで放送開始ですね。カラスが枝くわえてる。くわえてんじゃない、あ、落とした。今足で持ってたの落とした。そうだ、後ろのキャリアネジ止めしてない今。どっかで止まってネジ止めしながら放送開始待とうかな。仮説っていうのが多いんですよね。まだまだ今でも多いのか。去年通ったところがどのぐらい復旧が進んでるのかな。復旧かな、復興かな。よし、じゃあこの辺で。まずネジ。前このキャリアのネジ止め忘れてて、そのまま数日走ってしまったことあります。こうやって内側からネジ飛び出させてるから基本的に落ちないんですけどね。よう、
あと時間は、あ、もう27分だ、やばい。あ、こんにちは。歩いてる人から声かけられるの珍しいな。よし。いけ。一から起動か。しまった。ツイッターで。配信開始が数分くれます。今回は規制食らわないといいな。あ、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 ちょっと大きいか。あ、音小さい。やばいな。どうだ。これで送信はできて、あ、あ、あ、この声、あ、マイクの音がなぜかスピーカーにも出力されてる。なんで、あ、あ、あ、お、まあいいや。音大丈夫ですかね。どうどう、 OK ですか。音量大丈夫ですかね。割れてないですかね。安っぽい。なんか、なんか声が、リンゴさんおはようございます。なんか声が変な感じがしますね。あ、あ、あ、ゴーゴー、あ、わかった、わかった、わかった。マイク切り替えます。あれだ、わかった、わかった。どういうように、ちょっと待ってください。こうして、あれ USB だよな。あれなんでだ。おかしいな。おはようございます。んー、なんで、USB PNP オーディオ、ん、こうか。いや、合ってるな。おかしいな。こっちかな。あ、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 どうだろう、どうですか今。
聞こえてますか？ちょっと調整が難しいな。オーディオデバイス今回同じ機種のはずなんだけど、また変えたんで。で、ススキは昨日捨ててきました。で、ちょっと待ってください。今マイクをコツコツ叩くので、そっからの音がちゃんと入ってるかどうか今叩きますね。お、運の人いらっしゃいませ。今指で弾いたの聞こえました？仮設住宅、仮のなんとかありましたよ、確か。さっきすぐ、ついさっき見てきた。天気わかんないですね。トントン聞こえました。じゃあ合ってますね。OK。ちょっと音量割れてたらまた教えてください。IC レコーダー通した音なんですよ、今。で、IC レコーダーのモニター出力を調整すれば音量調整できるんで。読み上げがなんか今回も小さいな。ちょっと風があると、風とか、あと車の音があると聞き取れないかもしれません。その時は許してください。おはようございます。先生が、トントン、ちょっと。IC レコーダー、GoPro の、おはようございます。GoPro のための音声ファイル作る用なんですよ。よし。持ちに。明日持ちサミットはなんか、わかんないっす。1日録音できます。単4、1本で。2日やると途中で電池切れましたね。さて。弊社、こんにちは。なんかはみ出てる？これですか。これはですね、前回も持ってきてたんですけど、明日音合わせ、やりました。もうさっき駅出てくるときにやりました。前谷地駅と書いて前谷地駅っていうところでさっき降りてきました。毎週相棒ですか。見つかっていません。人間はいつも一人。そうだ。延長にしてないや。おはようございます。さっき駅から走り出して、今放送始まる前にですね。そうそう、今ここ忘れてたよ。ちょっと、延長今オンにします。確かオンにしてない。気仙沼。明日天気悪そうなんですよね。もしかして相棒なしですね。そう、毎日。で、延長は今オンにして、これから今ここ出しますけど、ちょっと待ってください。いらっしゃいませ。エクスペリアがまだ起動してないんです。コールドスタート。相棒ツイッターで募集しましたよ。誰一人反応なかったよ。書いてる内容が餅料理買う列に並んでくださいっていう依頼だけだしな。そもそもまともな計画書いてなかったですからね。書いてなかったどころか、そもそも立ててなかった。おはようございます。なんで、なんとか一人でできるように工夫は考えてるんですけど、大半誰もカメラの前にいない状態になるかもしれないですね。今こう落ちなくなった。落ちなくなったのはどれが？ iPhone 用ですか？それともこの Android 用？ iPhone 用だったら更新すりゃいいってことですね。そう、命知らずはいなかった。ビビりやがって。 やつ、なんかそういうのもあれだな。よっと。そういうのもあれですよ。It's that ですよ。ツイッター申し訳ない。 iPhone 本当ですか？じゃあちょっと後でやってみるかな。iPhone、 もう止まった。どうだろう、電波かな。もう規制食らったのかな。前回福島でダメで、山形に入ったらなんとかよかったんですよね。で、今日は宮城。県単位で、ウェブカメラの方か。ウェブカメラ。こう。どうだろう、接触かな。 PC の方かもしれない。おんうーんあ OK。 いや、今のはなんか物理的な接触不良だったみたいです。よかった、まだ規制食らってない。
私が規制だと思っている挙動にはまだなってない。うわっ、危ない危ない。証券魚いらっしゃいませ。あれ、なんで証券って読まないんだ。今回パソコンの方の読み上げなのに。80か。ですね、明日雨降ることに関しては、女子、実は明日雨が降ることに関しては、逆にあの餅サミットへの、お客さんの出が悪くなって、列短く変えるんじゃないかっていう、その逆のことを考えてます、私は。明日雨降ってもいいんじゃないかと思って。ちなみにそれを想定して折りたたみ傘を持ってきてます。折りたたみ傘。傘よ。なんかそういう奉仕させるとかいうのあれですね。なんか対等に行きたいもんですね。ただ問題はその場合は外で配信できないことなんですよね。一応体育館の中では食えないよね、やっぱり。問題は配信場所が雨で配信場所がなくなることですね。駐輪場確か屋根あったけど。家から、明日こっち台風来るんですか、もしかして。あー、これ今風が結構入ってるですよね。そう、雨に打たれるというか、リスナーの、そう、トスの人はそういうところで、餅サミットは明日行きます。今日は餅サミットのとこまで、近くまで移動するという名目の下でこっちを走ってます。歯医者さん、出雲大社の時ですね、それは。何が見つかった？まだ大丈夫、了解です。現在地、自動とはないんですよ。1から3メートル、3ミリメートル。で、明日はですね、朝はもう輪行で気仙沼から出雲関まで移動しようかなと思ってます。テントワーク。私は寒さの方にはもうビビる時期ですね。まあ、こっちの方の平地だったら問題ないんだろうけど、北海道と青森、何がどのぐらい、そう、八甲田山は今回行かなかったんですよね。夏休み、遅い夏休みでは。八甲田山と、あと行ってないとこどこだっけ。おはようございます。着時間、気仙沼に着くのは多分夕方6時過ぎると思います。前回実績はそんぐらいで、今回はそこからさらに30分ぐらいはスタートが遅いので、前回は乗り継ぎギリギリの新幹線で来たんですけど、今日はそれなりの乗り換えで来たんで。おはようございます。なので雪中八甲田さんですね。泊まりに半沢直樹、また今ここ泊まりました。ちょっと iPhone の方で出してみるかな。今朝は4時半起き。ちょっと新幹線1時間半乗って、それプラス鈍行が1時間半ぐらいかな。乗り継ぎも1時間分ぐらいあるんですよね、間に。じゃあ iPhone で今ここ出すのをやってみましょうかね。 iPhone4 がある。もうすっかりこの輪ゴムホルダーになってしまった iPhone4。 コミ、ありがとうございます。あれ、これもしかして放電しきってるか。やばい。きなこ餅、きなこ餅はどうだろう、あるかな。しまった、 iPhone4 が、 iPhone4 が、輪ゴムホルダーがバッテリーが切れてる。輪ゴムホルダーバッテリー切れ。じゃあちょっとモバイルブースターというか、ルックイーストのやつにバッテリーにつないでしばらく放置しときましょうかね。今こっちの方に通信に使っているポータブル、エネループ、おはようございます。タイムロスですね。いらっしゃいませ。
っかり iPhone4、 今ここ用にしか使ってなかったんですよ最近で、 iPhone の今ここがうまく動かなくなって、うわガードレールの白い色が、このガードレールの白い色な、何なんだ一体。じゃあとりあえずは、そうバッテリー、単三電池、USB 給電のやつ、あとパソコン用のでっかいやつ、そう、そういう出発なんで、結構アップダウンもあるし、細かいアップダウンがあるし、雨なのに、あ、明日はそもそもあまり走る予定じゃないんで、今日は走ります。落ちない、あ、白いやつですか。やった。そう、だから割と淡々と走り続けてないと、今日は遅くなる。まあ、ただ、宿は夕食提供ないので、今回も復興屋台村とかで食うかな。ん？あ、何がありますか。そう、今日が走るのメインです。モチサミットもそうですけど、前もツールドラフランスとか出る時も、自転車旅行としてのメインは実はそのアプローチなんですよね。フロントハブ、あ、フロントで思い出した。今ディスクブレーキがかすかに吸ってます。ディスクブレーキのところがちょっと今前輪側が吸ってて、輪行で組み立てた状態だと、ぐるっと回してもすぐに止まる状態でした。でこれが歪んだからじゃなくて、あ、宿、去年のところ取れなかったんで近くの別の宿です。なのでこのクイック締めるときに角度をわずかにそのずらして、そう損してる気分。まあ練習になると思えば、またセオサイクル持ってって見てもらわないと。ディスクブレーキめんどくせー。今もなんか輪行の時につけるスペーサーが挟まらなくなってて、いろいろと面倒です。息上がる、このぐらいで息上がるとか言ってもらっちゃ困るな。昼はですね、多分いらっしゃいませかな。シャリシャリ音が聞こえるほどではないんですけど、空回りさせると明らかに周りが滑りが悪いんですよ。で今かすかに、まだまだで、今日の昼飯はよく最近ディスクにマウンテンバイク、今これが主流なもんであんまり選択肢ないんですよ。昼ごはん1時2時かな。サンサンなんとか商店街っていう、去年たまたま通りかかった伊佐戸駅前の復興商店街っていうところに行ったんですよ去年。ああいう感じのところが別のところにも近くにもあって、あれ静川駅の方だっけ、宇多津駅の方だっけ、静川駅だよな。静川駅の方のその商店街、去年寄らなかったところがあるんで、そこまで我慢してから昼飯食おうかなと思ってます。11時から2時、三三なんとかですか。あそこそんな営業時間短いんですか。2時までに着くのはまあ大丈夫かな。うん、マジっすか。カメラマン見つかりません。そうそう、手ぬぐい、面倒かけましたね、あの時は。あの時のタオル今持ってきてます。今のメインの旅行用タオルです。あの時買ったタオルが随分頑丈でですね、早くて1時にも多分間に合わないかな。2時ギリギリぐらいじゃないですかね。あんまり距離計算せずに行ってますけど。おお。で実はここまでは今回初めて走るとこで、ここから先はもう持ち、ここから先は去年走ったところかな。北上川沿いをずっと遡上する方向。うん、ペース、そうですかね。まだこれからです。 iPhone どうだろう。レシピ、鳥が道にいたところを、鳥、おはようございます。あれ鳥のネタとかあったっけ。こう、さんさん、そうそう、
サンサン商店街がよく最近あの JR のポスターで紹介されてるんですよね。最近でもないかな、しばらく前かな。私が去年行ったの伊佐渡駅前の復興商店街はあのポスターに出てるの見たことないですけど、サンサン商店街がよく出てる。明日雨降らせませんよ。いや、降った方がいいのかもしれない。餅料理を買う行列の長さに長さに影響すると思うんで、雨が降ればご自愛ます。そう、今日曇ってるんですよ。でも関東今雨降ってるんでしたよね、確か。今乗ってるマウンテンバイクは10万ぐらいです。メリダ マッツ TFS500 ってやつです。また止まったか、接触かな。ちょっとお待ちを。 P、 ちょっとお待ちを。音声だけ言ってたら電波っぽいですね。規制とかっぽいですね。両方来てなかったら、よし、そうかな。あ、関東、そうですか。メリダは、ついてるパーツの割りお安いんですよね。オートバイ10万ぐらいで買えるんだっけ。いや。どっちだ。あ、戻りましたね。規制でもないか、単に本当にデポを使っただけか。よかった。あの規制食らうとどうしようもないんですよね。今まだ規制食らってないっぽい。空がまあ曇ってますけどね。予報では確か昨日の段階では餅サミット会場は日曜晴れになったり、今日見たら雨になってたり、天気予報が目まぐるしく変わってますね。目まぐるしく。よっ。いいだ。キロ単位、距離か。あ、また止まってんのか。あ、この川沿いの道いいな。行ってみるか。餅サミット中、あ、逆に人が多すぎて規制食らうかもしれないですね。規制というか取り合いになるかもしれないですね。海沿いはここから先しばらくあの行って峠越えたところですね。小さい峠越えたところ。あ、あれ猫か。空がない。秋めくらめ。20キロ巡行ぐらいですかね。22、3キロ巡行。22、3キロも出てないかな。今は止まってないですね。大丈夫ですね。朝は、あの、五目わっぱ飯っていうのを東京駅で買って、駅弁食べました。美味しかったけど、お高いよな、やっぱり駅弁は。900円でした。あ、今ここちょっとあの自転車立てかけられるところがあったところで、去年とそうそう、あのどのぐらい復興が進んでるかっていうのは本当に1年前だからまだ結構よく覚えてるんですよ。猫どこ行った。参加2回目です。ちなみに餅サミットも2回目です。餅サミット自体のその回数も去年が 初開催で、今年が2回目で、来年までの3カ年計画だそうです。で、去年は地元の一関周辺のあの餅料理出しているところが参加して、今年は全国から募集して20何店舗出てるらしいです。もう始まってますよね。10時からだったはずだから。で、その中にあの天城峠のところのあのモッフルの店も
出店してるらしいです。コンビニですよね。高齢なもの？少し向かい風っぽいな。来年世界だって言ってるんですよ。去年がローカル、今年が全国、来年の餅旅は世界だって言ってるんですけど、どうするんでしょうね。世界で餅料理って韓国のあれぐらいしか知らないな。トッポギだっけなんだっけ。まあ終了するのかどうかもわからないんですけどね。私が知らないんですけど、東京のそうモッフル、早食い私はちょっと苦手だな。早食い系、大食い系はちょっと私苦手です。私のでも去年の人でもすごかったですよ、餅サミット。今年もかなり人出てると思います。今日特に今日は明日天気悪そうだっていうのもあるから、かなり人が出てるんじゃないですかね。銀座特区でしたっけ、餅モチベーションが。そう、世界の餅って韓国以外に餅、あ、今ここは今エクスペリアで出してますね。ちょっと自転車立てかけて作業できるところがあったら iPhone4 の今ここに切り替えます。これ道大丈夫だな、それてないよな。こんな道あったのか。こんな道というか、そうか、ここまだ初めて走るところかもしれない。去年走ったルートと合流するのはどこだっけ。去年は石巻スタートで、そこから北上川の方に来たんで、餅うまいんですよ、餅が。つい先週も米沢でなぜか餅料理の店を見つけて食べましたね。止まったり動いたり。で、あと今日気温はちょっと空気が冷たいぐらいなんですけど、ちょうどいいです。え、500キロそんなに。え、ずんだプレステ今のところ買う予定はないです。ブルーインパルスは石巻ですね。そうですね、今いるところからちょっと東の方です。今回は石巻まで行かずに手前からスタートしました。気仙沼方面に向かうんだったらこっちの方が早くスタートした方がいいと思って、そう、もう1年経ってますね。いや、今全然寒くはないんですよ。ウィンドブレーカーも着てるし、ただ短パンです。足は一応短パンに重ねられるようにタイツも持ってきました。風がちょっとな。1月、雨は今日は一応大丈夫っぽいんですけどね。休憩はまだまだ。ブルーインパルスは震災前に行った時ですね。持ち、お、お、避けてくれてるのか。いらっしゃいませ。北上川ナウ、鮭が、あれ、そういや今川どこに、あっちか。いや、今日現地入りしました。朝ほぼ始発ぐらいの列車で来ました。東京駅で乗り換え30分待ち、仙台で30分待ち。私の最寄りの横浜線が早朝は少ないんですよね。5時の便の次が5時半ぐらいだったかな。市の中で
あ、浜松。ここは走りやすくていいですね。風が少し向かい風気味。電車。そうや、さっき乗ってきた東北本線とその先なんだっけ、篠巻線かな、マンガッタンライナーっていうのを乗ってきたんですけど、あれディーゼルだったっけ、確か電化されてたような土手でございます。まだ予定ルート外れてないよな。私は自分で立てたルートのを GPS であまり確認せずに走るんで、しょっちゅうなんか道から外れて余計なGPS ログが発生しますね。おはようございます。今日はまだ持ちネタはないです。今日は南三陸町を走って去年との違いを見るぐらいかな。散歩いないですね。自転車の人とか走ってて良さそうなもんだけどな、ここ。あ、来た。行った途端に聞こえてきた、後ろから。違った、自転車じゃないよ。でかいラチェット音だなと思ったら違った、自転車ではありませんでした。海岸からまだ少し遠いですね。何キロぐらいかな、5、6キロぐらいかな、海から。原付、特に禁止の、さっき車も通ってたから禁止じゃないんじゃないですかね。空気はやや冷たいですけどちょうどいいです。日が当たってて、しかも私は自転車で走って自分が発熱してるから。おはようございます。富士山、富士山まだ冠雪してなかったのか、登場湯か。そう、原付一応自転車かな。いや、飛ばしてるってほどでもないと思います。今の北上が今左手の向こうの土手の向こうかな、ですね、旧北上川だこれ。あ、原付は最高速が制限されてるんですかね、機械側で。あ、ん、何年連続モチサミットは去年と今年開催されてて、私両方出てます。出るって言い方おかしいよな。撮影はウェブカメラをヘルメットにくっつけて配信してます。ウエストバッグに小さいパソコンで、パソコンからマイクを伸ばして襟元まで。そこら辺りはよく考えたら接続図って誤解してないけど、一個一個の機材については枠説明の一番下あたりに詳細ページへのリンクがございますので。ですね、かなり粘り、今年はですね、今年、明日は餅サミットで餅食った後は一切移動せずに一ノ関からもう新幹線チケット取ってます。やや、うん、じっとしてるとやや寒いですかね。お、風向きが少し良くなってきた。ん？遠くは何粒子？エンチャリー。電動スクーター確かありますよね。プリウスみたいな原付ってまだないのかな。モチサミットは去年からやってます。モチ、晴れ舞台なんだけど、モチ料理を、そうそう、モチ料理を買うのに並ぶ時間が大半になりそうです。こんにちは。まだ土手道走ってて大丈夫かな。そう、天気はでも逆に競争者が減るんじゃないかと思って、雨が降れば。あ、電動原付き、もちろん明日です。ん、ペダルですか、 SPD です。アシスタント集まっておりません、誰一人。後付け電動リム、電動リム、キックスターターってあれですよね、ファンド集めるやつですよね。
おばあちゃんに挨拶しました。止まったか。あー、ちょっと道外れてきたな。まあでもこの川沿いの道って、あ、もうない、ブラックアウト。いや、あれ、それいつの間にか延長してたな。こっち行ったら公園に入るみたいだから、こっちかな。ちょっと見てみます。よっと、ちょっと待ってください、邪魔。iPhone のもうそろそろ立ち上がるかな。そうか、あの今ここん？もちさん、あ、もちさんって確かいたような気がする。前いろいろもちで検索したことあるんですよ、ニコニコの中を。もちさんっていう名前でさんも確かいたはず。あ、この辺りでちょっといろいろやっていこう。よっと、ありがとうございます。今回はもう昼、まだまだ、まずは配信が止まってないかどうか。ああ、またなんかウェブカメラかな。ああ、ございます。ここで配信再スタート。ああ、ダメだ、プライマリーサーバーエラーだ。通常配信だ。配信スルスルでこう、FMLE 死亡。いや、 FMLE でしたね。通常配信です。ここからカックンカックンです。もうカックンカックンです。これから今これなんでしょうね、横にあるのは。で、すいません、もうあの FMLE がダメになりました。で、まず今ここ出す前に、今ここアプリ更新しなきゃダメですよね、これ。サドル割れてます。ダチョウですか？画質、ちょっとこれでしばらくは、アップストアで、今ここの更新を、30個ぐらい更新溜まってる。すいません、通常配信です。この、で、あの枠が途切れるまでは。音声、あ、そうですか。割れてないですか。Wi-Fi あるといいな。ん？小さくなった。なんで？あ、そうか。FMLE とは別調整なんだこれ。B 型、そうですか。血液型ですか。でも私は血液型でその人の性格が決まるっていうのが大雑把すぎて逆に面白いっていう。ちょっと待ってくださいね。音量はどこだ。これか。あ、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 こんぐらいか。こんぐらいですかね。音量調整これでどうでしょうか。こんぐらいでいいですか。よし。あ、ただ他の番組とのそのバランス考えたらちょっとこっちで調整すべきかなと思うんです。このあたりはできる限りですけどね。今ここ持ちが詰まる詰まる。今ここはアプリ更新はあの切れなくなったっていうのはアプリの更新じゃないんですかね、もしかして。もう少し上げます。ちょっと待ってください。あ、今ここアプリ更新ないな。そう、逆に あ、そうか、この iPhone4 は、ホームボタンの機器が悪いんだよな。一旦今ここアプリ切って、立ち上げて、違う。
まずかった。お、今なんか地面が少し揺れたような、気のせいか、気のせいかな。ちょっと地震が来たような気がしたんですけど、気のせいだったかもしれないです。あ、いたな。今ちょっと少しドスンと下から突き上げられるような感触があったと思ったんですけどね、本当に地震来ました。今、まあ細かい地震ですよね、多分今の体感だったら。よし、これで今ここ iPhone で出すようにしたので安定するんじゃないかな。サーバーが、あ、やっぱ来ました。宮城県沖、自転車旅行中に分かるのは珍しいな。たまたま立ち止まってたからなんかドスンって感じがしたんですよ。珍しい。ちなみに私は地震で目覚ましたことは未だにないです。立ってて、まあ、静かに立ってましたからね。今ここ了解です。これで今ここに煩わされずに済むようになるかな。で、ちょっと今予定ルートの方に戻りつつあります。ん、最後の実況持ちしか、いやいや、会社から311の時はですね、出張先にいてあるビルだったんですけど、11階か12階ぐらいのとこだったかな。で、あの揺れが来たんで、本当に死ぬかと思いましたね。で、案外、うわ、帰宅難民、結局ビルに泊まりました。毛布出してもらって。ん？風。え？風の音？え？なんで？そんなことはないと思うんですが、あれ、まさかマイク切り替わったかな、これ。あ、そうだ、多分これマイク変わってる。ウェブカメラマイクになってますね、今多分。いや、違う、ちゃんと合ってる。いや、デフォルトマイクじゃない。あ、いや、これで合ってるはずだけどな。マイク叩きます。あれ、叩いてみます。あれ、反応しない。来てないですね。じゃあ、ウェブカメラマイクに設定変えてみよう。できるですね。あ。また来ない。違うな。これでもないな。どれだ？もう一回 USB。山。あ。あ、来た。これできてますね。で、もうちょい上げられるな。あ、こんぐらいだ。もうちょい、こんぐらいかな。よし。今ですね、通常配信のマイク設定が正しい設定だったのになぜかウェブカメラかなんかに変わってて、で、いっぺん別のにしてまた戻したら、ちゃんと正しいマイクになりました。わけわかんねえ。進藤さん、了解です。地磁気が機械はめんどくさいですね。早く安定して機械を気にせずに使えるようになってほしいですね。いずれそうなるはず。ちょっと日が出てきましたね。この辺りちょっと道が市街地っぽいな。私は気難しいですよ。だからちょっと怒らされたらへそ曲げますからね。へそかな。なんか桜餅っぽい匂いがするな。素直に、だってそれだったら自転車旅行じゃなくなってしまう。餅サミットを出しに自転車旅行するみたいな意味合いも強いので、私の場合
確かにもうサミット参加だけが目的だったら今日から新幹線でも一気に行ってしまって、で今日も明日も参加するっていう方がいいんですけどね。でもそれじゃ自転車旅行にならない。そう、瞬間湯沸かし器、インスタントボイラー一緒なんてダメですか。あ、寒い。今日もやってます。自転車配信的には今日がメインです。ちょっと待ってください。持ち旅行なんですけど自転車旅行も半分あります。内蔵、これ電波かな。そう、天気、いやいやそうじゃないですけど、電を神岡の人いらっしゃいませが、正義かですねと。あ、でもウェブカメラ止まってる。もう一遍切り替え。なんかウェブカメラの接触が、中古買ったばっかりなのに、これどっか別のところの問題だな。どっかの接触がおかしいな。すいません、今ちょっと目見開いてみました。いて、指がポキっていった。おじけです。これで動くようになりましたかね。あとこれはなんだ。そう、ピリピリ昔ながらですね。でもウェブカメラの方は機材変えたんですけどね。でここはチュニジア通り、ふれあい国際交流事業、チュニジア大使が来庁することになりました。大使の来庁を記念してチュニジア通りと命名しました。97年だから6年前か。6年前にチュニジア大使がこちらを訪れた時に記念して名前付けたそうです。姉妹都市みたいな関係なんですかね。違うかな。都市ってチュニジア国か。都市単位じゃないんですよね、チュニジア相手だから。まあ大使が来庁した記念ということで、チュニジア油田あるんでしたっけ。中東の方でしたね、今地図。トルコライス、いやトルコライスみたいなものかと言われるとそうではないと言い切れる。この間6年前、この間ですね、まさに。視聴者扱い、広さ的にはどうなんですかね。それなりのサイズありますよね。今日マウンテンです。ディスクブレーキがちょっと吸ってて無駄に今エネルギーを使ってます。私はまあ練習練習。物を調価格、まあ絵が綺麗だったらコマ数落ちても耐えられますよね。結構でもリアルタイム性がなくなってしまう。リアルタイム性というか、ここは今はどうだろう。これ前回走ったところともう合流してるかな。ちょっと待ってください。するものですか。ああどうだろう、まだ去年のルートには合流してないかも。サンルマ街道、そう、今は右上に向かってますね、地図でいうと。六夜、おう、この橋は渡らずに、今日は移動ですね。まあ、自転車のメイン日です。メイン日。明日はもう本当に、朝っぱらから臨行して、一ノ関行って餅サミットで餅食いまくるだけなんで。で、餅食った後も走る予定はないので。神経質に。あ、そんなにするもんですか。でも納得いかない。制動力が強いディスクで吸ったら大変じゃないですか。明日持ち飲みですね。
餅サミットはここからだったらまだ遠いですね。餅アシスタントなどいない。人間は常に一人。あ、桃だっけ。あ、ここまでが桃町だったのかな。で、予定ルートだと、どれだっけ、これでいいのかな。あの中のどれかの山を越えるんだっけ。まっすぐ。確かに、ああ。なんか新しい道ですね、これ。ございます。そんなに抵抗にはなってないですね、確かに。まあでも私の、これ、荷物重いから、誤差の範囲が広くなるんじゃなかろうか。あ、でも今日の荷物は、この間の紅葉ツーリングの時よりもさらに少ない。ん？何が落とさない？まあ綺麗で、風もそんなに今向き悪くないから走りやすいですね。あ、ごちゃごちゃあったところ、これはでもどうだろう、2年以上経ってますよね、この感じは。いや、わからんな。青森でまだも引っ掛けたってどういう時だっけ。あの八郎潟の時かな。ちなみに確かここは、金庫、一攫千金。あー、アップルパイか、そうでしたね、そういえば。あ、並ぶことに関しての話か、なるほど。そうでしたね、巨大アップルパイの時でしたね。あ、おはようございます。しばらくこれ沿いだな。見られた。あの、女性トツの人が来た時ですね。ん？お子様と、サドルも割れて、いや、穴が開いてるだけです。で、雨は今日は一応予報では降らないんですけど、わかんないですね。雨装備は、軽い雨装備は持ってきました。軽くもないかな。バッグが完璧防水じゃないんで、土砂降りになったらちょっとやばいです。まあでもパラパラ降るぐらい普通の雨だったら大丈夫な装備です、今回は。あれはネギ畑。安倍総理、そういや今日はさっき乗ってきた、乗り継いできた最後の鈍行列車が浦宿行きっていうとこだったんです。浦宿っていうとこ行く列車だったんですけど、ツイッターでも書きましたけど、そのアナウンスがなぜかあのブラック行きにしか聞こえない。浦宿行きがなぜかブラック行きにしか聞こえない。お餅は明日です。今日はないです。今日はさんさん商店街とかでなんか海系のものを昼ご飯に食べようと思ってます。ただそこまで行って昼飯食うとなると多分2時かそのぐらい、2時か3時か。なぜかブラック、そう、また遠く来てしまいました。生姜組さんさん商店街でしたかね。去年はホタテ食いましたね。ホタテをその場で焼いたやつ、150円だったかな、でっかいの1個で。今回も補給食ないんですよね。でもコンビニとか結構三陸の津波被害があったところにコンビニは早急に
早々にもうあちこち立ってるので、プレハブとかで だから補給には困らないと思います。去年の状態からどのぐらい変わってるか、実は今回は去年と違うルートでまた一関方面にアプローチしようかと思ったんですけど、いろいろ考えたルートがどれもちょっと宣伝どのルートでもちょっとなんか時間的に厳しかったり、足が足りなさそうな感じだったんで、まあ去年との比較っていうネタもあるからこっちでいいかなと思って、同じルートしてしまいました。昼飯は途中の今復興中のプレハブが集まっているような商店街が2カ所あるんで、そこで食おうかなと思ってます。かけて餅、コンビニの、あ、おう、こんにちは。えらい乗り出してんな、あの犬見えましたかね。片足出してますよ、前足の。映らなかったかな、ラブラドール的なやつ。車からめちゃくちゃ乗り出してる、見えました。待て、信号で止まれ。信号ないか、箱乗り怖くないかなあれ。うん、ああいうあの手の犬は吠えないですよね。見えました。延長も意外とちゃんと動いてるな今回。ああ見えなくなった。今ちょっとだけ飛ばしてるんですけど見えなくなりましたね。いや、延長ツアーツールに対してなんで、私は特に全然見えなくなった。あダメだなと言ってる間に予定ルート外れた。水曜天気悪いみたいですね。またここから右前方に行けば予定ルートかな。まっすぐ行くメリットないな。どれだ、これか。鳥のあのチーチー聞こえる声ですかね。あれはヒヨドリかな、あの声は。あのチーチーっていう感じの。先輩市民、猫ですか。そう、この後がさ、あの一番でかい山越えですね。横何峠だっけあれ。去年はドライブ、そこのドライブインで昼飯食ったんですけど、今日は、通常配信です。今日は普通の民宿なんですけど、なんか大広間で寝ることになるみたいです。多分個室がそれ全部埋まってて、それで無理やり今日は5時ぐらいに家を、5時の列車に乗ってきました。多分部屋がみんな埋まってるけど、それでも止めてくれようとしたんじゃないかなと思うんですよね、大広間に寝るっていうのは。だから多分宴会場みたいなところで真ん中に布団敷いて一人で寝ることになるんじゃないかと思ってます。それも面白いなと思って。いや、あの相部屋ではないんですけどね。南三陸ですか、三三商店街のあたり2時3時じゃないかなと思うんですよ。3時になるとさすがにやばいかな。殿様ですよ、今更何を。客がなんかイベントやるからじゃないと思うんですけどね。ドク済み。そう、今回先月今月は東北強化習慣すぎる、東北ばかり来てますからね。いや、たまたまです、これは。本当にアイビアじゃないとは聞いてるんですけどね。
いや、アイビアでも私はいいんですけど、アイビアの方がどちらかというと無理やり早く寝なきゃいけなくなるんで、睡眠時間的にはいいんですけどね。で、なんて座敷わらし、多分宿配信できると思います。いや、アイビアじゃないと聞いてます来週はもうそろそろ動画編集に手をつけたいな。いまだに夏休み あの北海道帯広から走り始めたやつの編集は手をつけられてないんで。変なあれですかね、アイビアって混浴とかと違いますよ。焼きそばあります？大広間に一人らしいです。多分まだその復興の作業できて、あの泊まってる人たちが多いんじゃないかなと思うんですよ。多分安いとこだし素泊まり1泊4000円です。動画のモザイクソフト、編集ソフトはあのプレミアエレメンツっていうのを使ってます。で、プレミアエレメンツはいろいろ不具合が多すぎるんで嫌になって、あのエディウスっていうのを今入れて使用版使ってるんですけど、エディウスも操作性が独特すぎて何がどこにあるかさっぱりわからん。最近あのちょっと使ってみた 3D ソフトのブレンダーっていうのもそうなんですけど、自分の脳内にその操作性の操作系のマップが構築されるまではめちゃくちゃ使いづらいツールですね。アドビープレミアエレメンツ、プレミアムはまだマシらしいんですけどね。初心者というか、あの一般向けの昼ご飯は途中の三商店街っていうところを狙ってます。あと途中にあのライト版だけバスかなんか使ったラーメン屋さんもありましたね。で、隅っこっていうのは大広間で寝るときですか？真ん中ですよ。いや、コンセントの近くだ。コンセントの近くで iPhone をつないで、とりあえず、地名的には何でしたっけ、海に出るところは。まあ、静川とかあっちの方に向かってます。地獄、何が。ふぅ、アドビのソフト、なんですかそれ、キャッチコピーかなんかですか。ハート、ん、電気、公園の近く、今ここですかね。もうしばらくしたらなんとか峠っていう標高150ぐらいかなの三は私去年寄ってないんですよ。海沿いの方だけしか走らなかったんで。伊佐戸前、私は去年入前って言ってましたけど、伊佐戸駅でしたね。あれ伊佐戸駅前復興商店街っていうところ、はあはあ、サーバーはですね、そんなに高くないです。あの省電力な CPU 使ってるのもあって、あの、はあ、そう、北上川沿い、はあ、寒らしいですね。見たことあります。お、いらっしゃいませ。持ってますが、今日日が出てたら結構暑かったんじゃないかなと思います。去年確か暑かったな。去年確か復興商店街のとこで3時ぐらいまでいたんだっけ。ん、レンタル、アフトプト、カクカクなの。それはお前の顔をよく見るためさ、よく見えるようにするためだっけ、なんだっけ。電車は押して、津山だ、津山。紅葉はまだまだですね。この辺りで紅葉始まってるのは栗駒山っていう、栗駒山って確か X バンドのレーダーがあるとこだっけ。
登米市の津山町入り。何がはっきり見える？ふう、汗ばんできた。いやー、うわ、寒くはないです。空気はそれほど冷たいってほどではなくて、ウニ丼、おお、そう、キラキラ丼とかいう名前でなんか丼名物にしてる感じですよね。ん？通り越えはもうちょい先じゃなかったっけ？橋渡って、え、ピカサが、空気はどうですかね、ままじゃないですか。それなりに遠くは霞んでます。霞むというか、あの、白っぽくなってます。木材センター、確かこの辺りから上りかな。柳津のあたりから確か上りのはず。本当はここのところの柳津駅っていう、今なんとかその列車が運行しているところの終点まで来られれば、あの、距離短くできたんですけど、朝一番で来ても確か11時過ぎぐらいに、12時ぐらいになったはず、到着が。これが、柳津なんとか、柳津大橋かな、柳津と書いて柳津。向かい風が、ごじます。これは旧じゃなくて新北上川の方かな、新なのかどうなのか、無印の方かな。なんかカリカリうるさいな。あれ、どこがなってんだこれ。詳細？トラス橋ですね。あ、見えてますかね。あ、なんかカラカラいう感じの音は、あまり経験ないな、この音は。猫か。おいた。うわ。ずっと回してる間だけ鳴ってますね。なんかカリカリ鳴ってますね。餅。餅。どうだっけ。木と河原。ああ、木か。でも木の感じとはちょっと違うかな。あれ、鳴らなくなってる。カリカリというかカラカラというか、なんかかなり軽い音です。お、手積み台は全員集合って、これ何ですか。手積みってことは麻雀の話かな。なんだろう、フリート。いや、そっちとも違う感じですけど、あれを赤字だから映せないかな、配信では。手積み台を全員集合ってあのロゴで書いてありました。手積みって、あ、ここは前来たとこだ。ここで明らかにも合流してる。カラカラお化け、ん？ちゃんたく、そう、ドリフターズのやつ。道の駅津山って前からあったっけ。
積み荷を手で、え、本当そうなんですか、あんなでかいトラックで手で積んだら人間壊れませんか。そう、どうでしょうじゃなくて、もっと古いやつですね、あの元ネタがもっと古いやつ、あのドリフターズというコメディアングループが昔ありまして、ドリフターズはさすがに今でも知られてますよね。ドリフターズ、直訳するとなんか放浪者的な意味になってかっこいい感じなんだけど、当時はドリフっていう単語としてあの頭の中で認識してましたね。ドリフトとドリフは全然頭の中で違う意味だった。ん？城下町、さっき仙台乗り換えの時にあの仙台駅のあの駅の名前のあの看板なんていうんですかね、あれの上にあの結び丸がいました。ドリフターズ、あれザ・ドリフターズでしたっけ。風が落ち着いた。城下町、読み上げバカなんで基本的に。あ、ドリフ、なるほど、ダメだこりゃ。あ、そうでしたね、コミックバンドだったんですよね。私はその世代は知らなかったんですけどね。手積みって麻雀のことかなと思ったんですけどね、違うのかな、荷物も話なのかな。あ、電波確かこの辺りあまり良くなかったっけ。ドライブインの辺りは良かったと思うんですけどね。積んでは、火事、もちサミット参加はしたです。私は加藤ちゃん、全然大爆笑って、大爆笑って呼んだよ。新井中は初期メンバーだったんですよね。私もそれも知らないんだよな。テレビで見てたのはもうすでに。加藤ちゃん、ああ、内村健が後から入ったんだっけ。強化カレー、新井忠、音声配信だけなってますか。いや、ウェブカメラがまたあの寸断した可能性もあるな。ちょっと見てみます。知らない。動いてるな。これは電波が規制かですね。どちらかというとひょうきんだったな。カラオケ君知らねえ、私おっさんじゃないので。見晴らしの丘、あーちょっと見ていきたいけど、いや、道の駅津山まであと2キロです。今は川沿いの普通の国道を走ってます。多分映像行ってないだろうから言ってますけど、私もなんかひょうきん派でしたね。よく考えたらあんだけ真正面にぶつかる番組よくやってたよな。あ、こっちじゃないか、こっちじゃ合ってた。よし、こっちでよかった。ドリフ、そう、雷様コント、映像は行ってないみたいですね。まあしばらく声だけになると思います。でも去年の実績から言うと、海沿い出た時は確か配信できてたはず。規制の可能性もありますね。とりあえず、いや、あの丘越えてさっさと海沿い出たい。頑張って。
まあでも今は国道沿いです。あで今は川ちょっと離れて横田んぼになってます。ただいまの気温14度、意外と低いな。もっとあるかと思ってた。ん？坂本九、九ちゃんって人でしたっけ。上を向いて歩こうの人だったかな。いや電波多分あると思うんですよ。私が規制食らってる可能性が高い。広島さん、まだそのネタを。あかんか、無音にして。無音にしたら私の放送は何もないじゃないですか。まあボタン押しだけでもやってみるかな。とりあえず今ここは今のところ大丈夫ですかね。バイシクルリペアマン。最近モンティパイソンネタがガルパン効果でモンティパイソンネタがなぜか再び知られるようになってる、知られるようになってるっていう。そう、悪いことしてしまったから。私は電波を食いすぎたから、大気を食いすぎたから。どうだろう、それでいけるかな。 OK。 そう、アンテナ強化は規制に触れ、法に触れないんだったらやりたいんですけどね。確か触れますよね、法だったっけ、何だったっけ、何かに触れますよね。バス、観光とはまだそういう人いるんですね。被災地を観光するのは不謹慎だから誰も近寄るなっていう話になっちゃいますね。去年確か走った時もさ、気仙沼に違う翌日だ、被災地を走って、で商店街とかは祭りやってたりして面白かったんで、面白いっていう言葉を口にした途端に面白いとは何事だって激烈に反応した人いましたからね。なんていうか、もう原理主義的になってしまうとダメですね。まあでもそういう考えがする人がいてもいいか。道の駅までもうちょい。あ、この道の駅あれか、なんかカフェみたいのがある道の駅だったっけ。あ、ホヤボーヤバス、ホヤボーヤ。私はホヤボーヤ、ホヤボーヤにちょっとだけ思い入れがあるんで、アイマックスは来ないんじゃないかな。観光ツアー、さっき観光バスみたいなの通りましたからね。あ、そうそう、もくもくランドとかそういうとこだったっけ、これ。なんか店がちょっと敷地内にバラバラある感じなんですよね。あ、だから今聞こえなかった、すみません。そうそう、やっぱ大気なのかな。そう、私不謹慎っていう言葉が原理主義的に何でもかんでもその不謹慎っていう思考停止で人をただ攻撃するっていうのにものすごく抵抗を感じるので、
私もそれに対して過剰反応しているところありますね。そうそう、なんか放射能、東北方面は全て放射能だから、無条件に全部忌避するみたいな考えの人いますからね。まあ、自分が安全守るためだったらそれありかもしれないけど、復興資金が残った。ちょっと今配信の設定見直してみましょうか。映像が来ないから、ウェブカメラはずっと生きてるな。じゃあそろそろポタファイ再起動してみますかね。ポタファイ再起動してみます。でもたまにこれがいらんことだったりするんですけどね。よいしょ、うお、やった。それでじゃあちょっとお待ちください。ちょっと狭いですね。ピークはまだまだこれから上りですっていうのはもう今行ってないですね。これでそうか、こっち側も やり直さなきゃいかんな。ネットワークが切れてますと。おう、これは IC レコーダーです。これに音声を最初に録音させて、それのモニター出力を配信側に回してる形になります。接続しました。ツール再起動して、自動無理延長を忘れないうちにオンにして接続で、こっちも今ここをスタート、あ、スタート、あとは発信だけだ。早くつながれ。遅い。てかツールがまたハングしてる。もう一回。動かない。配信ツールが有
こと聞かない週あれこっちもなんか遅い。いろいろ不具合が、こんなことやってる間に延長時間が、はい、ん、あ、これからの津山の 海の方まで行きます、海の方まで行きます。海、いや、あの海の方まで通じてないかな。やっときた。あ、なんかおかしい。調子悪くなるなぁ。あ、通信してない。いった。ポケットが一切流れてない時間があるっていうのはイライラするな。何もしなんだろうこれ。ダメだ、ピッチ再起動だ。あと4分3分ぐらいかな。 PC再起動。文字ツイートすら素直にいかないな。
スイートも行ってない。これ電波悪いのかな。ちょっと動いてみるか。